はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、先ほどジャンプチ情報局の配信が終わりまして、このアプリにもお知らせなんか更新されたんで、これ見てく今回もなかなか盛り上がる年越しになるんじゃないかなと思うんですが、早速情報を見ていきましょう。というわけで、福くる正月祭2022というわけで超豪華ですね。お茶飲め、お茶ぶち込んで気持ち整えました。早速見ていこうかなと思います。なんかキャンペーンすんごい見ていくんですけど、まずは、ルビー最大2022個ゲットお年玉キャンペーンというわけで、新年明けましておめでとうございます。期間限定のミッションをクリアしてポチ袋かっこ賞をゲットしようと集めたポチ袋は、イベントで1個につき100ルビーと交換できる。そんでプチ友のみんなには感謝のお年玉、交換所で1022ルビーもらえるプチ袋大をプレゼント、合計2022ルビーゲットのチャンスをお茶飲む。お茶注ぎ込んでいきまして、まずログインしたらプチ袋大、これが絶対にもらえまして、交換所に行ったら1022ルビーもらえます。あとの1000ルビーに関してはプチ袋10個で交換できる。そんでそのプチ袋をポチ袋ゲットできるのはここというわけで、まあ今回のイベントでゲットできる新キャラなりなんなり集会イベントに、まあとにかくもう年末もう年越しジャンプチやろうというそういう状況ですね。新キャラなどなどウマックスにはしないといけないんですけども、まあでも今回超絶級のキャラクターなんで、新キャラは結構ウマックスたやすいんで、まあぜひともやっていこうかなと思います。でもって2022福引きチケットというわけで、期間中ログインで最大50枚がゲット。そんでそのチケットなんぞやというのはこちらでして、運が良ければ記念キャラが当たるというわけで、まあ今年登場したまあ限定キャラクターも出るんじゃないかなというガチャになってますね。ただまあ確率が 0.001 というね、もう誰が当たんねん髪の毛なんですけども、ぜひともね髪の毛サイズの運を持っている人は頑張ってくださいという感じです。でもって初夢ジャンボジャンプチ占いというわけで、まあこれに関しては今現在やっているジャンプチ占いのまあ年越しバージョンですね。はい、で金河新年打ち出の小槌というわけで、これは集会イベントですね。小判たらふく集めて、なんか豪華アイテムと交換しようという煩悩の塊なんですけども、1日1回特別編クリアしたら小判ザクザクもらえると塊というわけで、まあまあこれもバカ集会イベントです。なんかまあ毎年恒例のなんか年越しになったらよくわからん、テレビありますやん、バラエティ番組とか、まあ、その辺を見ながら2時間3時間の特番とかあるから、それをまあ見ながら集会をねオートでやるのがまあ定番じゃないかなと思う。まあぜひともね、頑張っていきましょうという感じです。でもってここから敵キャラ情報ですね。岩切の試練というわけで、赤属性のサビトを倒してマコもゲットというわけで、まあ、今回の、限定キャラクターギュー&炭治郎の、ツイートなっている、キャラですね。まあ超絶キャラなんで、まあこれはウマックスたやすいんで、ぜひとも頑張っていきましょうという感じです。でもって全集中の呼吸、僕ね今回ね超究極ないんかと思ってたんですけども、ありましたね。あってよかったわ。逆に超究極ないクソイベになるかもしれんというね、未来を、まあ、予知したんですけども、その未来を叩き切ってくれた全集中の呼吸で、おあとがよろしい、お茶飲む。銃の肩セーセールテン、僕の口めがけて打って水分補給していきまして、まあ超究極難易度、しかも1月1日0時の年越しから速攻で来るというわけなんで、まあぜひともねクリア目指して、なんか鬼滅の超究極イコールむずいという概念があるんで、ぜひともねそれを断ち切っていこうかなと思います。でもって犬丸くんがちょっと可愛すぎるんですけども、犬丸くんのためにチョコドッグ集めて犬丸くんをゲットというわけで、まあ、犬丸くん今回確定ゲットイベントですね。犬丸くんね確定ゲットにしたらまあまあ性能強いんでいいんじゃないかなと思います。僕犬丸だし原作よくわかんないんですけども、なんかこの名前的におそらくこの犬丸くんの多分おピンピンがおワンワンになっているんですかね。
まあ、世界観がすごいんですけども、超絶級までのキャラクターというわけで、まあ、ぜひともね、頑張っていきましょうと。でもって、来ました。まさかのマダオというわけで、まるでダメなおっさん。プロローグクリアでレジェンドお年玉ください。これはおそらくネタレジェンドだと思われますね。レジェンドゲットイベント。まあ、ぜひともね、使ってみた動画絶対に撮ろうかなと思います。でやっと着いたか1年坊主というわけで、虎徹大河くんかな、超絶級のキャラクターです。まあぜひともウンマックス頑張っていきましょう。でミルフルールヒガンテスコマーノ、オロビというわけで、オロビがものすごく美しいんですけども、まあこれも超絶のキャラクターウンマックス頑張っていきましょう。で殺さない殺人鬼、なんか反比例のやつが両方並んでいるんですけども、宗像圭さんですかね。これは究極、ちょっと難易度上なんですが、まあ、うまくさ、たやすいんじゃないかなと思います。で、過去のラッキーおみくじ、そして輝く運を探せ、海馬社長、ジンジャーゾーン、試しの間3つ復刻。これはかなり激アツですね。で、決闘でガチャ、ガチャ、カキンカキン、カキン、カキン、カキン。今回新キャラ確定パック2つあるんで、まあぜひともホームラン打っていこうかなと思います。というわけで、新キャラの性能を見ていきましょうかね。犬丸くん、まあ、この方の性能先に見ていくんですけども、性能はこちらというわけで、犬丸くん、青属性ですね。必殺が 455% ダメージで3ターン、自身の攻撃 13% アップ3ターン、体力回復タイプの必殺ダメ、17% アップというわけで、まあ一応ダブルバフはついているものの、自身が攻撃タイプなので必殺ダメはつかないんですよね。だからまあメイン性能はそこまでないんじゃないかな。ただこの性能が確定でゲットできるんで、今回のイベントで、しかも結構ステータス相当結構優秀なんで、まあいいんじゃないかなと思います。で友情技クソ強えぞ。 HP6000 回復で2ターン挑発で4ターンのバフというわけで、まあ挑発9ターン周期の挑発無料でゲット、これはかなり熱いんじゃないかなと思う。で特性がプチ無効短縮、1、3、5、7、10、13ターン目、攻撃体力回復タイプの必殺ダメアップというわけで、まあメイン性能はそこまでないかな。友情がクソ優秀やな。まあぜひともね、なんかこの犬丸くんの作者の方が直々にジャンプチ運営に直談判したと、聞いたんで、まあその満を持し方はまああるんじゃないかなと。友情超優秀なんで、まあぜひとも使ってみた動画、撮ってみようかなと思います。そんでさらにガチャキャラ見ていこうかなと思います。まずは牛尾ゴモンさんかな、牛尾さん見ていくんですけども、必殺が 450% ダメ、対象が攻撃タイプの場合 50% のキラー、2ターン12000ダメージの竜巻で追加ダメージ700というわけで、優秀ですね。ものすごく12000の竜巻か。なるほど。まあ去年の今頃ぐらいに登場した限定ユノに、まあちょっと手届くかなぐらい、まあ手届くはしないんですけども、まあっていう感じの性能ですね。12000がね、普通のガチャキャラか、これはちょっと優秀ですね。はい。で友情技が、ハートプチ10個緑に変換して HP 回復血統忖度6万で、2ターンハートプチ出現なし、1ターン緑属性が受けるダメージ、1900軽減、血統、3万軽減というわけで、まあ、これは決闘用ですね。通常ダメパ、関連竜巻パーティー使う際にはクソ優秀、逆に、まあ、ないと始まらないぐらいの性能です。で特性が自身の行動前に邪魔プチを1個緑プチに変換、決闘の場合は2個変換、1から5ターン目までの間緑属性の攻撃 10% アップというわけで、まあ属性のバフがというわけで、まあメイン性能はまあ結構イベントでは使えるかな、決闘ではあんまり使えへんかな。まあ友情技で決闘を使うという感じですかね。
はい、そんでもって、お次おなみなんですけども、今回のまあ普通のガチャキャラの中でおなみが一番欲しい、おなみをちょっと見ていくんですけども、まず必殺が敵単体に 460% ダメージ、対象が特殊の場合 40% のキラーと、で1万3000の感電、追加ダメージ550というわけで、まあ、あの先ほどの牛尾さん同様、まあ、感電ダメージがどぎついとなっております。ただこのおなみの、魅力は友情、お友情をちょっと見ていくんですけども、必殺変換&二次変換&きました、毒耐性ダウン。僕の要素があった、僕前々から言ってましたよね、毒耐性ダウンいずれ絶対来るとね、来たでしょ、これはもう絶対に欲しい。おなみを何としてもおゲットしようかなと思います。で特性に関してが高速軽減&敵から攻撃受けたら次のターン 40% アップというわけで、まあ魅力的なのは友情技なんで、あのいらん人からしたらマジでいらんな、あのキャラ愛以外で性能で取りに行くという人はほんまにコアな人だけだと思います。ただ僕はちょっと欲しいなと思いますね。はい、でもってお次、あいちいち戻ろうしてしまう、これちょっとくどいんで戻してくれ。でもってアンチンインなじみさん、あこの人ね、原作では最強キャラらしいですね、なんかコメントでいただきましたけども、見ていくんですけども、必殺が、敵単体に 400% ダメージで一旦、毒、そんで別所というわけで、これちょっと珍しいですね、毒裂傷というわけで、くっそ状態異常、ダブル状態異常は、2人目ですね、全キャラ合わせて。いやー、まあこの性能どうなんかな、まあね、毒耐性ダウンが登場したんで、だからまあワンチャンあるやもしれんな。言うて毒という性能は1ターンより2ターン3ターンの方が優秀なんですよ。ただね、毒耐性ダウン、そして裂傷、裂傷耐性ダウンもありますから、毒裂傷耐性ダウン付与させた場合、まあちょっと面白くはなるんじゃないかなと、結構マニアック向けな、パーティーになるんじゃないかなと思います。で友情が必殺変換&プチ変換&バフ&デバフというわけで、ちょっとねこの友情の使い道がよくわからへんねんな。まあ決闘用じゃなくて、あのイベントとか団結用ですかね、団結では優秀、ただタイプ忖度なんですよ、これがね。タイプに縛りなかったら強いんですけども、ここはちょっと惜しいところかな。で特性が弱体化短縮とバフというわけで、まあ特性はまあ使いやすいですかね。はい、まあ今回のガチャキャラの中で一番強いんは、まあそうやな、みんな違ってみんないいという感じかな。そんな優劣はないですね、これマジで強いっていうキャラクターはいないんじゃないかなとは思います。みんな平等ですかね。はい、でそれと反比例するかのように、炭治郎&禰豆子、こいつ正真正銘のぶっ壊れ、ガチで頭おかしいんちゃうんかっていうぐらい強いんですけども、見ていこうかなと思います。青属性ですね、 HP 11521、金も攻撃2350、高っ、体力タイプで攻撃2350、これは強いな、めちゃくちゃ強いです。はい、ほんで性能、必殺が、最大 HP 130% ダメージ、一旦攻撃受けたら火ダメ回復、あの限定ローの火ダメ回復がまたつきましたよ。んで5ターン自身の必殺ダメージ 10% アップ、5ターン青属性の必殺ダメージ 3% アップというわけで、まさかのダブルバフ。でしかもそれ効果ターン数5ターンっていう、キンモいね、これに関しては。まあこれはちょっと
決闘でえぐい活躍するんじゃないかな。まあ2枠目ですかね、2枠目で5個割とかして、まあ火ダメ回復だからちょっと耐久寄りなパーティーになるのかな。うん、まあちょっとね、これは頭のおかしい火力が出るんじゃないかな。またな、悟空の餌なんですけども、逆に言えばいい餌なんですが、ただ置く価値はあるんじゃないかなと思いますね。でもって友情技、友情もクソ強いんですよ。2ターンサポート対象の生成数1軽減、3ターンサポート対象のダメージ8000軽減、決闘忖度25000、4ターンサポート対象の必殺ダメ 38% アップと 16% アップ。え、分割バグ、おーキモい。いやー、この友情もかなりえぐいな。分割のバフがまたここに来て、しかも決闘忖度のダメ減も入ってるし、いやー、しかもまあ属性の縛りないのは当たり前なんで、これをぶっ壊れと言わずしてどう呼ぶか。んーで、そこに追い打ちをかけるかのような特性、17ターン目自身の行動前にハートプチ全部虹に変換、17ターン目自身の通常ダメ 150% アップ、タップ数プラス1、13ターン目タップ数プラス2、まさかの6タップ。はい、まあ1枠目ダブルタップもそうなんですけども、13ターン目になったらなんか狂うというアヒャるんですけども、なんでなん。いやー、ちょっと頭のおかしい性能してますね。6タップですか。なんで13ターン目なんですかね。13にまつわるなんかあんのかな、知らないんですけども、いやー、ちょっとバグってるんじゃないの必殺キモいし、友情キモいし、特性キモいし、体力タイプキモいし、 HP キモいし、もうキモいんですよ。総評してキモいです。絶対に引きます僕は。はい、というわけでぶっ壊れ炭治郎&義勇さん、ちょっとこれから悪さしそうですね。はい、まあ、そんな感じの正月祭来るんで楽しみです。